こんにちは、今日は約1年ぶりに新直で出ましたアフィニティロープロとメトロポリタンの商品紹介していきたいと思います。アフィニティはやっぱ結構根強い人気を誇ってるピストのフレームで、まあ、僕もアフィニティのロープロ乗ってるんですけども、今回出てるモデルが、ロープロっていう前下がりフレームと、メトロポリタンっていうホリゾンタルフレームです。それについての紹介をしていきたいと思います。まずロープロ、よいしょ、はい、1色目フィルムグレインっていうなんかマットな感じのグレーですかね、グレーになるのかなっていう色合いと、ダークグリーンメタリックっていう、わかるかな、ツヤありので、ちょっとなんて言うんでしょうね、黒なんかな、でもほんとダークグリーンのメタリック、結構あんま今まで見たことないような色合いはしてます、そういう色合いで。こっちメトロポリタン、これがシャンペンゴールド、シャンペンゴールドなんかまあゴールドっぽい感じのにオレンジのロゴ入りで、でそっち今成美さんが撮ってる方からわかるかな、ロープロもメトロポリタンもインターナルブレーキ仕様です。穴開いてますフレームに、だブレーキの取り付けの際によりすっきりしますね、すっきりとします、その辺で。まあ黒盛りなので決して軽いフレームではないです。なのでそのすごい軽いフレームをっていうタイプの人には向くのかどうかわかんないんですけど、ただ組み代面白いですね、いろいろ選ぶパーツ、こうやってヘッドパーツもないのでヘッドパーツもいります。でシートクランプもないので、ここシートクランプもいるんですけど、この辺は組むときに選ぶパーツが多くて、ただ規格としては1インチアヘッドっていうものになるので、ちょっと特殊ないいとこで言うとフィルウッドとか、今回からアフィニティに合わせて出てきてますフィルウッドとか、もう昔からずっとあるクリスキング、形状としては取り付けた感じ丸っこい感じになるのがクリスキングで、でフィルウッドね、取り付けたやつここにあるんですけどね、はいはい、見ます。外見ロゴも何も入ってないです。でがっつりなんかこうどしっと構えた作りしてますよねフィルウッド。ただどちらも本当にいいヘッドパーツなので、一生乗っていく使えるっていう、そういうヘッドパーツですね。まあフィルウッドこのポリッシュとかめっちゃ綺麗ですけどね、キラキラだね、キラキラっすよね。ううで、ロープロ、まあ、組んだやつ1個あるんですけど、これ水平にした状態で結構前下がりのフレームです。それがもう本当に一番特徴的で、一番ピストっぽさが出てますよね。で、まあ、これクリスキングついてますけど、クリスキングつけるとこういう丸っこい、ね、ここシートクランプってのも必要なんですけど、ここもまあ形状的にはトムソンとかフィルウッドとかがいいんじゃないでしょうかね、かっこいいと思います。でやっぱみんなアメリカンパーツで組む人が多いですね。アフィニティももともとニューヨークの方のブランドなので、オムニウムつけてたりとかで、まあロープロすごい前傾になるんでライザーで乗ってる人意外と多かったりしますね。メトロポリタンは逆にこうホリゾンタルフレームって言ってまっすぐなので、フレ地面に対して結構組み方としてはこう遠乗りするような人とかもいいのかもしれないですね。ただまあアフィニティサイズ展開が S、M、L とありますけども、日本人みんなやっぱサイズ的に S が一番人気です。 M になるとぐんと上がっちゃうんで、サイズ感がアフィニティは、なので S サイズからなくなっていくっていうのも特徴的な本当ブランドですね。なのでお悩みの際は早めの検討を。で僕乗ってるロープロとか S サイズであるので、もし店頭来られて乗ってみたいって人は
言ってください。以上、アフィニティの紹介でした。